たじみふるさとウォーカー。今月のゲストは東海クロスメディア株式会社代表取締役、公益財団法人日本生産性本部地方創生カレッジ総括プロデューサー三輪智さんです。今日もよろしくお願いいたします。お願いします。さて、三輪さんはこの度本を出版されたという話をお聞きしましたが、タイトルご紹介お願いします。はい、岐阜発イノベーション前夜っていうのがタイトル、メインタイトルですね。岐阜発イノベーション前夜、大変失礼な質問をさせていただいていいでしょうか。はい、イノベーション大賞の審査員もされている三輪さんでいらっしゃいますけれども、イノベーションというのは具体的にどういった意味なのか教えていただいてもよろしいですか。そうですね、地方創生もそうですけれども、なかなか使われているけれども、その意味っていうのはなかなか皆さん一般的すぎてなんですが、従来ですね、イノベーションというのは特に日本では技術革新って訳されてきたんですね。はい、技術が新しくなってもう目覚ましい進歩を遂げるみたいな理解が一般的だったんですけども、実はそれ自身がちょっと認識を改めなきゃいけない、そんなとこから実は本でも書いているんですけれども、技術に変調した変化ではなくて、世の中に新しい価値を生み出して、技術を生み出してではないです、新しい価値を生み出して市場に普及すること、そこまで含めないといけないんですね。技術を革新するだけではイノベーションって言えないです。そこの辺なんです。まあ日本のメーカーさん、特に IT 機器のメーカーさん、みんなどん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 経営が悪くなってきますけども、はい、イノベーションという意味ではとっても先進的な技術革新をやってきたわけです。はい、ただそれはじゃあその会社がどうなってきたか、どんどんみんな合併しないととか、海外の組み立て工場の会社に買い取られるとかですね、実はイノベーションやってきたつもりが一番後退してしまったっていう、うん、そんな事例あるように、はい、実は技術革新ではない。そういう意味では分かりやすい事例がありまして、はい、ダイソンの掃除機って皆さんねメディアで聞いて、はい、結構みんな買いに走ったんですけども、はい、あそこの掃除機はですね、実は技術的に言うとサイクロン式って言ってですね、これ従来からあった技術なんですよ。はい、だから技術革新ではないんです。でもイノベーションとして認識されるのはすごい売れましたよね。はい、そこなんです。それはなんでじゃあ売れたかっていうと、はい、吸引力が変わらないたった一つの掃除機って言ったんです。はい、キャッチコピーですね。はい、すごいってみんな思ったんです。はい、おそらくね、そこが一番のポイントなんです。はい、実は、はい、あれイギリスのメーカーですけども、イギリスではその宣伝はねやっちゃいけないんで。あ、そうなんですか。そう、うん、人は煽るから、はい、たった一つの掃除機、あ、吸引力は変わらないんですよ。はい、だけど技術的には実はサイクロン方式というのは昔からある。はい、でも日本のメーカーはあまり採用してこなかった。はい、なぜか吸引力が高くないから。あ、変わらないとは言ってても高いとは言ってないんですね。日本のそうです、はい、従来の掃除機は、はい、吸引力高いんです。はい、うわーって吸うの。はいはい、でもフィルターがあって、はい、ゴミを貯める袋があるじゃないですか。はいはい、詰まってくるとだんだん落ちてくるわけ、うんうんうん、吸引力。はい、でも実は、はい、技術的なデータで見ると、はい、サイクロン方式はずっと変わらないけど、ずっとその吸引力と比べて低いのね。あ、だから吸引力としては低いけど、はい、フィルターもそういうバッグもないから変わらないの。はいはい、だから、はい、たった一つの掃除機って言った時に、はい、みんな飛びつけたのね。あ、わあ、それがイノベーションなんですよ。だから技術の革新は、はい、極端な話なくても、はい、市場に浸透させる。それからデザインがとってもモダンで、はい、
今時の掃除をする女性がメインじゃないですか、男性もしますけど、が好んで買うような色使いとかデザインとかセンスに訴えて市場に浸透した、これこそがイノベーションなんです。逆説に言うと必ずしも技術革新はいらない。なるほど、それが真のイノベーション、市場にどれだけ浸透するかっていうとこ、はい、そこがそもそも、まあ、イノベーションの言葉知らない知っているではなくて、知っている人ですら陥っている実は迷路があるっていうの、そこから書き出しているのがこの本なんです。で、小さな会社が収益体質に変える事業の作り方っていうのがサブタイトルなんですけども、企業が、まあ、大企業でも中小企業でもそういうふうに技術偏重でどうしても違いがちな罠、そういうものを脱却すれば誰にでもイノベーションって起こるんですよ。でもそれには3つの壁があるっていうのが、また3つの壁が出てきました。はい、一体何なんでしょうか。はい、イノベーション、技術革新、まあ、技術もなくてはいけないんですけども、必ずしも三振である必要はないんです。そういう意味ではああしたいこうしたいこうであったらいいなという思いがまず必要ですね。妄想から始まるかもしれません、構想までいくかもしれません、計画に立てるかもしれません、でも実際は現実問題、それが実現できるかどうか、現実の壁っていうのが一つあるんです、はい、ここに突き上がったってイノベーションに限らず、その創業でもですね、新しい企業さんが創業したい、私ラーメン屋やりたいのとか喫茶店がやりたいのって言っても、じゃあ美味しい紅茶はどうやって仕入れるのとか、何席で喫茶店作るのって言い出した瞬間に、そんなこと言われてもってでも現実ってそこじゃないですか。仕入れでどこの、まあ、コーヒーだったらコーヒー豆、紅茶だったら葉を入れるかっていうのもそうだし、いっぱいあるから、じゃあどういう差別化をしてやるかって、それ大事でしょ。そういうのは現実の壁にあるんです。それが一つ目、はい、二つ目が、そうは言ってもお金がなければ何もできない資金の壁が立ちはだかるわけです。こんな新しい技術開発を、そもそも技術開発いらないかもしれないけども、押しなきゃいけない。先ほどの話、席数何席ないとダメとか言った場合には先立つものが必要ですよね。この資金の壁、これは二つ目の壁として、そのイノベーションとか創業に必要な立ちはだかる壁ですね。そしてもう一つが市場の壁です。自分がどれだけこだわってお店を作っても、同じような店が前からあれば、あ、こっちの方が美味しいわとか言って比べられるし、お客さんっていうのは移り気だし、なかなか今時は何でも情報がインターネットで取れるから、いくら自分の思い入れが伝わっても飽きられちゃったりする、いわゆる市場の壁がある。この3つ壁があって、どうしてもイノベーションとか創業っていうのはうまくいかない現状があるってことなんですね、はい、これを突き破っていかないといけない。じゃあどうしましょうっていうふうにこの本は進めていきます。はい、読んでほしい、はい、本日はですね、三輪さんの著書であります岐阜発イノベーション前夜という本の紹介をしていただいております。